1828年、アメリカ合衆国大統領選挙は、1828年10月31日から12月3日にかけて施行されたアメリカ合衆国の大統領、及び副大統領を選出する選挙である。現職の大統領ジョン・クイン・シー・アダムズと民主党の旗の下に候補者となった宿命のライバル、アンドリュー・ジャクソンの前回に続く再選となった。 前回1824年の選挙とは異なり、二人以外には主要な候補者が参加せず、ジャクソンが支持母体を結集して選挙人選挙では容易にアダムズを破った。アンドリュー・ジャクソンは1824年の大統領選挙の一般選挙と選挙人選挙で多数を獲得したが、それでも最終投票がアメリカ合衆国会員に持ち込まれた時に、 ジョン・クイーン・シー・アダムズに敗れた。ヘンリー・クレイは、キングメーカーの役割を果たす機会があった。クレイは、アダムズと懇意な関係があるわけではなかったが、選挙中の西部での戦い方もあって、ジャクソンを軽蔑していた。クレイはアダムズに会って、その指示を確認し、そのすぐ後で、アダムズが大統領を勝ち取った。選挙の数日後、アダムズは、 当時の考え方では次の大統領につながる役職である国務長官にクレイを指名した。ジャクソンとその支持者たちはすぐにクレイとアダムズを裏取引をやったと落印を押し、次の1828年の選挙まで大統領を非難し続けた。選挙運動は圧倒的な量の中小合戦によって特徴を付けられた。ジャクソンの結婚が攻撃材料になった。 ジャクソンがその妻レイチェルと結婚したとき、二人はレイチェルの前夫との離婚が成立したと信じていたが、実際には成立しておらず、正式な書類が完成してから、最後結婚しなければならなかった。アダムズの選挙運動で、これがスキャンダルになった。あるパンフレットでは、カンプだと宣告されたものと、その不倫の愛人を、この自由で、キリスト教徒の国の最高位につけるべきだろうか。 とされていた。悪名高い、棺のチラシはジャクソンが行った、軍法会議と脱走者の処刑、インディアン集落での虐殺、及び何度も決闘したことを攻撃した。アダムズも攻撃を免れなかった。アダムズが中ロシア大使をしていた時に、アメリカ人の駒使いの少女を皇帝の欲求に任せたと告発された。アダムズはまた、公的資金を使って大統領官邸に、 ギャンブルの装置を買ったとも非難された。その後、これは、チスのセットとビリヤードの台であることが分かった。選挙人の選出は10月31日のオハイオ州とペンシルベニア州で始まり、11月13日のノースカロライナ州で終わった。選挙人団は12月3日に返した。アダムズは、 1800年、アメリカが州国大統領選挙で、その父ジョン・アダムズが勝利したのと全く同じ州で、勝利した。すなわち、ニューイングランド各州とニュージャージー州及びデラウェア州であった。ジャクソンが、その他の州すべてを制した。アダムズにとって不運なことに、この選挙では1800年の時にあった、州以外の州が多かった。結果は、ジャクソンの地滑り的な勝利であった。 レイチェル・ジャクソンは選挙運動中ずっと胸部に痛みを抱えており、結婚に関する個人攻撃のストレスで症状が悪化していた。レイチェルは1828年12月22日に屈辱のうちに死亡した。妻の死についてジャクソンはアダムズの選挙運動を非難し、ヘンリー・クレイについてはさらに強く攻撃した。ジャクソンは私の敵はすべて許すことができる。 しかし妻を中傷した下劣な悪党たちは神に慈悲を願わねばならないと述べたという書籍ウェブサイトありがとうございます。